ヴィンテージ世代の元男子絵描きのココです。悪口や嫌なことを言われて無視することがストレスになります。それでもスルーした方がいいですか、というようなメッセージいただいたんですけれども、何も言わずにスルーして自分にストレスがないんだったらもうそのままスルーでも無視でもいいと思うんですけれども、その時の感情に素直になった方が精神衛生上はいいかなっていうのが私の本音です。一番ダメなのは同じ土俵に上がって嫌味を嫌味で返したりとか悪口で返さないこと、陰口を言わないことなんです。自分の心が一番汚れるから。私がなぜ言い返し方とかを動画にしてるかというと、相手を恨んだり憎んだりしないためなんですよ。やっぱり溜め込んでしまって、なんで私があの人のこと言わないといけないのって、後で悶々とその人を思い浮かべて恨んで、自分の 何かが汚れるぐらいだったらその時に思ってることをちゃんと伝えたりとか、伝わる相手だったら伝えたりとか、伝わらない相手だったら風の言葉を使ったりとか、いろんな対処法でくぐりつけるね、ね、ね、はい、これからもこの件に関しては動画にしていきますので、無視してストレスないなら無視で、ストレスあるなら何かしらで、また動画にしていきます。過去にも動画にしております。もやしやせの